ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は近鉄新大宮駅まで十分徒歩圏内の 2LDK の賃貸物件ホーレンリートを紹介させていただきます。まずこちらがリビングとダイニングのスペースとなっております。こちらはこのように十分な広さがございますので、ダイニングテーブルやソファ、テレビなどを十分配置していただけるようになっております。こちらの部屋はリビングを中心に左右にお部屋があるタイプとなっております。まずこちら1つ目のお部屋となっております。こちらは十分な広さがある洋室となっておりまして、このように窓が2面にございますので大変明るいお部屋となっております。こちらのお部屋にはたっぷりとした収納がございまして、このようにクローゼットタイプの収納の方ですね、こちらかなり奥行き深くなっております。そしてこちらにももう一つ収納がございますので、たっぷり物を入れていただけるようになっております。またこちらを開けていただきますと、このようにですね、専用に開ける形になっておりまして、こちらにお洗濯物を干していただけるようになっております。はい、それから先ほどのリビングを横切りまして、もう一つこちらの方にお部屋がございます。こちらのお部屋も2面にしっかりと窓があるので大変明るいお部屋となっております。こちらのお部屋は1階のお部屋ですが、このように各窓にシャッター窓の方ついておりますので、防犯面もバッチリなお部屋となっております。それではキッチンを紹介させていただきます。キッチンスペースはこちらこのようになっております。カウンタータイプで少しこう独立したキッチンとなっておりまして、大変ワイドなキッチンとなっております。シンクもこのように広々としておりますし、調理するスペースもしっかりとございます。こちらにガスコンロを置いていただけるようになっております。収納の方も、たくさんございまして、上はこのように収納になっております。下も、このように、大容量の収納となっております。またキッチンの後ろのスペースにもしっかりと、このようにスペースと、あとコンセントの方もたくさんございますので、冷蔵庫や電子レンジなども、しっかりと置いていただけるようになっております。そして、こちら奥の方が水回りとなっておりまして、こちら洗面所となっております。洗面台はシャンプードレッサーとなっておりまして、こちら人気設備となっております。そして室内に洗濯機が置けるようになっております。またお風呂の方もこのように広々としておりまして、換気窓やシャワーといった、設備の方も大変充実しております。そしてこちらのお部屋、設備面充実しておりまして、まずキッチンのすぐ横のところにリモコン給湯がつけておりますので、こちらの方で温度変更など簡単にしていただけます。またその横にはモニター付きのインターホンをつけております。こちらは大変綺麗なカラータイプとなっておりますので、防犯面もバッチリなお部屋となっております。最後はお手洗いと玄関を紹介させていただきます。玄関スペースの横にウォシュレットタイプのお手洗いがございまして、玄関のスペースも、十分広くなっておりまして、下駄箱もしっかりとございますので、靴もしっかり収納できます。はい、それではお部屋の紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のもてなし奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。